これ何万キロ走ってるんですか。4万キロ。ってことは乗り出し、230。え、そんな値段でいけるんですか。大竹とです。さあ本日もブラックムーンに来させていただいておりますが、片桐さんよろしくお願いします。これはすごい。これマツダの CX5 の見た目からしてこうおしゃれな感じですね、はい、なんか一見このマークがなかったら海外なんじゃないの一瞬このプルッとした感じがね、はい、めちゃくちゃいいですよこれ。どうカスタムしてるか、はい、ここから詳しくよろしくお願いします、はい。なあなあ、またも作っちまって Do it yourself。 見てらっしゃいな、寄ってらっしゃい。ワクワクしてんな、 DIY ならタケトショー、タケト DIY。 片桐さんお願いします。はい、今回あのマツダの CX5 なんですけど、はい、これちなみに、はい、そんなにうちでもいじってないんですけど。そうなんですね。そうです。ただこれだけこうかっこよくなるので、これもぜひ紹介したいなと思いまして。あ、そんなにいじってないっていうのは。いじってないです。え、色ぐらいですか。あ、色はそうですね、これ最近マツダの方で、はい、出たジルコンサンドメタリックっていうちょっとこう新色。へえ、あ、ちょっとメタリックなんですね。メタリックですね、はい、光沢が。本当だ、よく見るとこう、よく見るとね、とキラキラしてる。はい、キラキラしてる。本当にここまで明るいベージュじゃないので、はい、品があるような。あります、高級感がある。ね、え、じゃあそんなにいじってないってことは顔はそんな変えてないですか。そうですね、顔も、バンパーも純正のそのままで、はい、ちょっとこうブラックで差し色として塗り分けた。この辺は塗ってるんですね。エンブレムですとかグリルなんかもそのままノーマルの状態を、はい、ノーマルでこのグリルなんだ。そうです、はい、あ、じゃあパーツは変えてないで塗り分けだけで。デザインすごいかっこよくなってる。はいはいはい、確かにここのこの出方がね、なんかダッチとかみたいな出方。ちょっとコンケーブルへこんでるようなデザイン。はいはいはい、そういったのがすごい綺麗に収まってる。うーん、すごい。でいて俺これタイヤでかくないですか。タイヤ今回あのブロック系のをつけたんですけど、はい、ちょっとこういったブロンズ系で合わせてみました。あー、なるほど、ホイールをブロンズにして、はい、ここと合わせてるんですね。ボディとね。でかこのタイヤ。でかいですね。これマジでここのギリギリ入る一番大きいの入れてるんじゃないですか。そうですね、はい。リフトアップしなくても。そうなんですよ。これリフトアップしてないんですよ。はい。で、CX5 でしたら、はい、今回例えばちょっとブロック系でアウトドア仕様で作ったんですけど、はい、シティ寄りのカスタムもすごい似合う車。なるほど。あとで竹さんに参考画像を、はい、あ、ください、はいはい、街乗り仕様だとこういう感じができますっていうのもあるので。ああ、だからなんかちょっとなんか違和感あるな。アウトドアなのにスポーツカーテイストもちょっと。そうですね、はい、ね、どちらでもいけるデザインなので、今回はちょっとブロック系で、あとは天井のところにモルフラッグをつけたりしたんですけど、はいはいはい、もちろんなしでも全然そのままでもかっこいいので。確かに言うようにアウトドアカスタムなのに品がありますね。いや、めちゃくちゃいい。でここオーバーフェンダーはつけてるわけじゃないんですか。あ、もうこれも純正なんだ。サイドの後ろにもこうつながるようなデザインなので、はい、あ、これ純正なんですね。純正デザインです。で塗ってるだけ。そうですね、はい、マットブラックでここ塗ったんですけど。あ、すごいいいね。デザイン的にすごいおしゃれなんですよね。マツダおしゃれ、おしゃれ、マジでいい。つるんとしてアウターハンドルも塗って。アウターハンドル、はい、塗装してます。ここは塗ってんすか。いや、ここ特に塗装してないんですよ。純正なんだ。純正のままなんです。全然いいっすね。あ、ここは塗ってますね。この辺りは塗装してます、はい、ここね、はい、いや、後ろもなんか高級感あるな。はい、広い、はい、露出も全然取れてるんだ。このカバーカバーがこういう風に目隠しにもなるように。なるほど、荷物のね。あ、そうなんですね。あ、じゃあなんだ、止めてる時にちょっとあれなんですね。そうですね、防犯上もいいですね、はい、へえ。あれ、でもここはやってますよね。やってるランプ、これノーマルのままなんですよ。あ、そうなんですか。黒くもしないですか、フィルム。このままで、はい、何もやってないです。ああ、ちょっとダークな黒い感じになって、ね、なってんですね、純正で。真っ赤っていうよりかは少しスモークが入ってるような感じに見えるので、
ここは？あ、このあたりもやってないです。やってない。やってないです。あくまでこのボディのところ。へえ。じゃあカスタムするときにコストを抑えられて、はい、いいっすね。そうですね。はい、だからこういうことなんですよね。元のいいものはそのまま残してやるっていうね。あ、めちゃくちゃいい。まだ年式もそこまでこう落ちてないので、この方は。そうなんですね。5年6年ぐらいしか経ってないので。あ、じゃあそのままで全然いいんだ。全然、はい、いいっすか、開けて。はい、どうぞ、ぜひ。あ、やっぱシート高級感あるな。結構広さも SUV なのであるので、うん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 、確かにこの SUV タイプ憧れるんだよな。排気量も 2.2 リッターの、はい、ディーゼルなんですよ。あ、ディーゼルなんですか。ディーゼルです。で、走りもすごいいいですね。力強いので。へえ。私も他のメーカーなんですけど、はい、2.2 リッターのディーゼル多分乗ってるんですけど、はい、それに比べるとなんかこうやっぱり力強い走りは。へえ、めちゃくちゃいいな。ディーゼルってことはね、コスト抑えられますもんね。そうですね、燃料の方でガソリンに比べますとちょっと安い。すごい、ここも革張りで高級感ある。高級感あるんですね。中もかなり黒で照合がいいですよね。これ車の形がこう出てるんだ。ドアが開いてるマークとか。でも本当あれですね、ほぼ最新といっても。そうですね、はい、うん、だからハンドル周りにこう機能性あるものがいっぱいついてるから。あとはこういった安全装備とかも、はい、プロアクティブっていうグレードなんですけど、はあ、そういったものついてるので。じゃあこの辺の周りカスタムしない方がいいな。この機能使った方がいいですね。ハンドル変えない方がいいですね。ハンドル逆にこれ変えられないですね。うん。ステアリングのこの辺りで操作もできるので。あ、そうかそうかそうか、はい、これはいいな。だからこのなんていうんですか、一見ファミリーカーっぽくないですけど、はい、お父さんが運転席から操れるから、はい、家族で使うのにもいいですよね。大人な車な感じしますよね。いや本当にこのなんかオリーブっぽいカラーも大人な感じするな。何メタリックでしたっけ。ジルコンサンドメタリック。ジルコンサンドメタリック。ライトもちょっとつけて。え、ライトをどういうことなんだ。あ、かっこいい。 LED、 ね、ほんと近未来だな。このデザインもすごいかっこいい。かっこいいです。これはかっこいい。すげえ高級感あるから。これ何万キロ走ってるんですか。まだ4万キロです。4万キロ？ 4万キロです。ってことは乗り出し、230。バグも近いです。あの車体価格で今200万円ぐらいを設定しているので、はい、220ぐらいですかね。えあとは程度によってちょっとまた上がったりもするんですけど。あ、そんな値段でいけるんですか。いけます。色もやって。色もやってです。はい、他の色でも全然大丈夫です。それで220ぐらい、4万キロで、はい、やっぱここの顔かっこいいね。ライト好きなんですよ。ねえ、すごいかっこいい。いいね、これはいいですね。ただこの動画が出た時に丸々これがあるとは限らないですけど、はい、同じ価格帯ぐらいで探してくれるってことですよね、はい、でカスタムも、はい、だからカスタムもそこまでしなくていいから。そうですね、もしご希望であればリフトアップを、はい、もうちょっとスタートを上げたりですとか、はい、そういったのもできるんですか。でもリフトアップしなくてもこの大きさのタイヤ入れたら、はい、それでも全然様になるんで問題ないよな。めちゃくちゃいい。はい、これ気になる方は、はい、ぜひ片桐さん宛にお問い合わせください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なあなあ、頭作っちまって Do it yourself、 見てらっしゃいな、寄ってらっしゃい、ワクワクしてんな、 DIY ならタケトショー。